こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？すでに YouTube からアナウンスされておりますけれど、2017年1月1日より前にアップロードされた限定公開動画は、2021年7月23日より非公開動画になるそうです。こちらが今回の内容です。 YouTube ヘルプ、古い限定公開コンテンツに対する措置の変更。2021年7月23日より今回の変更を無効にするよう選択した場合を除き、古い限定公開動画は非公開になります。この措置は2017年1月1日より前にアップロードされた限定公開動画に対するセキュリティアップデートの一環として行われます。2017年1月1日以降にアップロードされた限定公開コンテンツは今回の変更の影響を受けません。でこれ変更の理由変えてますね。YouTube は2017年に新しい YouTube 限定公開リンクを生成するシステムへの更新をリリースしました。この更新にはセキュリティの改善も含まれており、リンクを知らされていないユーザーが限定公開動画を発見するのが一層難しくなりました。今回はさらにこの更新が行われる前にアップロードされた古い限定公開の動画に対して変更を行います。ご不便をおかけしますが、動画の公開設定を変更する場合はこの変更が適用される2021年7月23日までにご対応くださいますようお願いいたしますと書いてますね。その下に、自分のコンテンツが影響を受けるかどうか確認するということで、ここはね、ご自分の YouTube スタジオにログインして、その左側のメニューにコンテンツとあります。そのコンテンツで、フィルター、公開設定、限定公開、適用の順に選択して、日付をね選択して確認すると、2017年より以前にアップロードした限定公開動画を調べることができます。はい、でこの下の方にもね、動画にはどのような影響がありますかとか、対処方法とかここに書いてますね。2021年7月23日から限定公開動画が非公開になることを受け入れ、何もしないという方法。そして今回の変更を無効にして限定公開の動画を現在の状態で維持するということ。そして限定公開動画を公開動画にするという方法。そして限定公開動画として新たに再アップロードするという対処方法が考えられるそうです。他にもね、これその動画を公開に設定する方法について書いてますね。あと新しい限定公開動画として動画を再度アップロードする方法に書いてます。そして URL を変えずに動画を限定公開のままにするって方法も書いてますんで、確認してみてください。で今回はね、その一番上ここ、自分のコンテンツが限定公開かどうか、確認する方法について、見ていきたいと思います。はい、 YouTube スタジオコンテンツのページです。フィルター適用しましょうか。このフィルターの左側のこのボタン、ここをクリックします。そして、公開設定、そして限定公開をクリックして適用します。はい、そうしますと出てきましたね。2017年1月1日以降、あ、もう日付をね確認しないでも、2016年2014年、出てきましたんで、この4本の動画、これどうしようかということなんですね。これ Google Chrome のキャッシュデータのクリアについて限定公開にしてるけど、これ別に問題ないので、この下の、視聴者ファンディング、昔 YouTube にあった視聴者ファンディングですね、お礼動画、
これ別に公開しても問題ないね。ブランド紹介動画って今のチャンネル紹介動画ですよね。それは3秒4秒であるんだけど、とりあえずこれ、公開にしましょう、はい、特に問題ないんでね、はい、これも公開にしましょうというふうにしてね、2017年1月1日よりも、古い限定公開動画をね、どうするのかってことはね、ご自分で判断されてみてください。私は一応公開に切り替えたいと思います。ただしここで言って問題なんですが、先ほど限定公開動画を公開にしたら、なんとこれ公開日が変わるんですよね。4本ほど限定公開動画を公開にしたら、今日の日付で公開したって風になってますよね。これ6年くらい前の動画なんで、これどうだろう。視聴回数も少ないんで、方向転換、これ今更公開してもというのがあるんで、ここはねもう削除しましょう。そうしましょう。完全に削除したいと思います。はい、なんかおかしいですよね。もう随分以前の動画を改めて公開すると、なんで今頃この動画を公開するのなってしまいますよね。はい、動画を削除してます。削除が完了する前にこのサイトを離れても構いませんとありますんでね、はい、このまま様子見たいと思います。はい、ということで、今回はね、すでにアナウンスされている、古い限定公開動画を非公開動画にしますよということについての、解説お話でございました。今回はこの件で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。あと YouTube について作ってほしい動画ございましたら、コメント欄にリクエストをよろしくお願いします。